です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。堀江貴文です。ちょっとエロかった。皆さんこんにちは、寺田由紀です。今日も堀江さんに質問に答えていただきたいと思います。ということで、今日は3度目のここサムライキベートさんからお届けしたいと思います。それでは今日の質問です。印刷会社の営業職です。個人的には情報の伝達に紙を使うのはいまいちで、勤務先の主力業務であるチラシなどの商業印刷はどこかのスーパーがその費用対効果に疑問を持ち出したら突然なくなる可能性があると考えています。しかしながら会社的には現状極端な売上げの落ち込みもないため、今のままでいいんじゃないっていう雰囲気です。レコードや CD が一気になくなったように、印刷業界もいきなり寒い時代が来る恐れがあると感じています。考えすぎでしょうか。意外と紙への印刷は生き残るのでしょうか。見解をお聞かせ願えると助かります、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、お願いします。はい、今日もサムライインキュベートのね、そうなんです、オフィスからお届けするんですが、はい、本日のゲストはですね、ザ・ニュークラシックの石田健さんです。よろしくお願いします。ザ・ニュークラシックを僕今日初めて見たんですけど、はい、ちなみにちょっと簡単に説明してください。はい、はい、ニュースの、解説をやっていて、例えばこう世界でこう何が起きてる、ウクライナで今すごいごちゃごちゃしたことが起きてる、でそういう時何が起きてるのっていうのを、まあ、いわゆる池上彰さんが解説するようにちょっと分かりやすく要点をかいつまんで、説明してくれるというようなメディアをやっています。うん、これでも寄稿者の人たちって何人ぐらいいるんですか。今、20人ぐらいですね。大学の先生から、はい、割と若い方まで、はい、実際に海外に飛ばれてニュース仕入れてきてとかっていうこともあるんですか。ストレートニュースはでもあんまりないですね。こんなニュースありましたっていうよりは、あるニュースを詳しく解説して、はい、ホリエモンチャンネル。とりあえず今日の質問に答えろと、行きましょうかね。なんか仕切るようになりましたね。いや、もうちょっと仕切っていかないとお時間が、はい、はい、で私はこう答えました。はい、紙への印刷がいきなりなくなることはないでしょうね。うん、紙の本だって別に Kindle でいいのに大量に印刷されてますからね。それこそ有機 EL ディスプレイがもっと安くなって折り曲げられて給電もしないです、使えるみたいになって街中に貼られたりみたいな時代になると変わるかもしれませんが、と。堀江さん紙使わないですもんね。まあ、僕はね、うん、意識的に使わないようにしてますね。例えばこのチラシとかもらうじゃないですか。うん、まあ、もうこのチラシは別にウェブにもあるから別にいらないんだけど、うん、まあ、ウェブになかったりとかするやつとかはもうすぐしゃべって画像保存で僕基本画像保存です。へー、保証書とか置いとかないんですか、堀江さん。保証書ももうなんか最近なんかもういいかなって思って、あ、捨てちゃうんだ。大体保証書って必要な時に出てこないじゃないですか。あ、それはありますね。はい、だから一番変わったのが CD じゃないですか。うん、CD 変わりましたね。 CD はもうほとんどみんな今もう iTunes とかでダウンロードして聞いてますから、うん、音源になってますもんね。はい、もう完全に音源になっちゃってるんで、それは一番最初に来たのがそれなんですけど、例えば映像とかもそうなるだろうし、うん、まあ、最後来るのは多分紙だと思うんで。なるほど。だからそうじゃない新しい事業も今のうちに立ち上げておいた方がいいですよね。動画の制作であったりとか、そうか、うん、そういったところに少しずつでもいいんで、まあ、仕事を変えていくべきなんじゃないかなと思いますね。はい、今日終わりたいと思います。はい、わかりました。なんか告知などあれば。ニュークラシックを見ていただければ。はい、ニュークラシックを なんて調べれば、普通にニュークラシックで、ニュークラシックで出てきます。はい、ニュークラシック .jp でも、はい、.jp で、はいはい、ぜひ皆さん調べてみてください。はい、そしてAC ファクトリーさんのダウトという作品に出演します。6月11日から15日まで、新宿のシアターサンモールという劇場でやります。今回結構大きい劇場でですね、300人ぐらい入る劇場でやりますので、ぜひ皆様会いに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。優しい言葉も。
レールマガジンの登録はこちら。ダメだ。 YouTube チャンネルもよろしくね。